得意技知ってますよね、皆さんね。ウィリーね、みんな言っちゃったんですね。言っちゃいましたね。クイズにしていた方がよかったね。で、野寺選手ね、そのウィリーでこうちびっことかをね、わしづかみして、なんだっけ、何マンって呼ばれる、なんだっけ、はい、なんでしょう、なんて呼んでんの、いつも。自転車マン。自転車マンなんだね。知ってる、もうここの一般のも今日初めて来た人にまで浸透してたということで。昨日ブロディシャンじゃないの、バレちゃったからね。ですね、そうですよね、野寺選手いろんなレースでよくウィリーとか見せてくれるんですけどね、ドリフと一緒でね、志村後ろって言ったら志村けんなんかやってくれるんですけど、はい、野寺ウィリーって言ったらなんかやってくれるんだよ、いつもね、はい、もうひっくり返るまでやりますよ、ウィリーは、はい、じゃあ今度どっかレース会場で会ったら野寺ウィリーってちょっと言ってみてもらいたいと思いますけども、はい、土井選手は、マウンテンバイクだけとか乗ってない？そうですね、たまに乗るんですけど、まあ僕とかは1年間で2万5000キロぐらい乗るんですよ、なので普段その仕事以外で自転車に乗りたいという気持ちがなくて、電動アシスト自転車をよく使ってます。ああ、いいね、お着してんの、はい、2人とも。いや、彼ね、いつかね、自転車レースで優勝して電動アシストの自転車もらったんですよ。それでなのね、もう、はい、悔しいね。僕なんかそれ、はい、皆さんちょっと写メとかでね、激写したらちょっとブログの方とかに投稿してもらえればと思うんですけどね、はい、そんなお着をしてるんですね、土井選手はね。そうですね、どうですか、大村さん、そんな2人なんですけどね。そうですね、あとはですね、年間大体どれぐらい自転車に乗ってるんですかね。どうですか、2人とも、はい、日数としては、ですか、日数としては、土井君どのぐらい。2万何千キロって言ってたけどね、2万5000キロで340日ぐらいです。